映画ご覧になっていかがでしたか？いや、2回見ましたけど 2 ね、回はすごい。宮崎駿さんの衣装だと思ってたの。最後の OG がね、宮崎駿さんで、それで小さい時の宮崎駿さんが大きくなった宮崎駿さんにね、俺の後を継げと。いや、自分は自分の生きる道があるんでっていう。だからこれを現実に戻すと、宮崎駿という人物は一人しかいないんだ、だから俺を継ぐ人間はいないんだっていうふうに受け止めた。そしたら種明かしで、王子さんは高畑勲さんだっていうから、じゃあ話が全然違ってくるないや、とでいうふうもに。その落合さんのご意見はね、本当面白かったですよね。というのか、宮崎もね、やっぱりあれはやっぱり衣装ですよ。そのつもりで作り始めたんですから、でなきゃ自分の人生振り返らないですよね。だから、あるとしたらややこしくなったのは、ね、その衣装が映画として封切ってみたら、お客さん来ちゃったんで、つい次もやりたいなっていう そういう流れなんで ジブリの、雑誌「熱風」でね、いろいろ発言していただいて、非常に面白かったですから、あれはありがとうございました。素晴らしかったです。でもこの映画に関しては、ね、人それぞれの受け止め方そうがあっていいんだろうと思いますよね。だからこの題材なんだろうと思う。ロシアのね、新聞記者が、メディアの方がおっしゃってたんですね。このタイトルが本当はいいって言って、ロシアはね、こういうタイトル好きだっつって。だからね、ロシアはこのままでね、本当は封切るべきじゃないかっつって。じゃあロシアでも封切られるんでそうすです。ウクライナのことありますけどね。でもまあ、そういうことをね、世界の人にも分からせるものをやるんだから、すごいなと思います。身近にいて、手前味噌ですけれど、お客さん来てくれるとね、やりたくなるんですね。 これです。じゃあトトロからどうやって立ち直ったんですか？ 言わなかったんですよね。ああ。僕ね、一個一個ね、実はどの作品にどのぐらいのお客さん来てるかっていうのは、その当時僕全然喋ってないんですよ。で、入ったとも入らないとも言わなかったんです。とにかく映画作り終わって、公開してよかったねで、これでストップしてたんです。だからしばらく経ってから彼に言われたのは、ね、俺知ってたと、知ってたと、なんとなく。でも言われなかったのは助かったって言われましたね。あ、そういうこともあるのかと思ったんですけどね。こうやってね、落合さんとお話ができるのも、僕最初ね、中日グループの方から、監督だった時、頼まれるんですよね。それは何かっていうと、優勝するでしょ、何回も。落合さんがね、要するにそこに来た方たちに対して愛想がないと。これでね、僕のね、ミッションはね、口をこじ開けてくれませんかって。あ、そそれあったんですよ、実は。僕ね、そんなことできるわけないじゃん、初対面でって言ってたんです、僕。これで行ってみたら、なんとパーティーでね、それはパレードの後、皆さん集まってやるんで食す事けれ会ど、ね。食事会。そしたら、なんと僕の席って落合さんの真ん前だったんですよ。僕ね、冗談じゃないと思ったんですよ。そのね、僕ね、そんな僕の方から口聞くのは、でそれをね、ストレートに言うのもできないし、だから僕ね、黙って静かにご飯食べてたんです。で、他の方でね、知事とか市長とかいらっしゃって、そうするとね、市長がなんか聞いた時にも落合さん無視してたしね。これで僕はね、喋るつもりなかったんですよ。そしたらね、食べ終わっちゃったんですよ。で、食べ終わっちゃった瞬間に、落合さんの方から僕声かけてもらったんですよ。で、落合さん何言ったか、何をおっしゃったか、自分で覚えてらっしゃるかどうか。あ、覚えてな「ゲド戦記」のね、予告編はあれでいいのって言われたんですよ。もうびっくりして、そんなんご覧になったんですかって言ったらね、あるんだと、その隙間がね。だからそこで映画見に行った時に、それを見てね、心配になったっておっしゃって、でそっからね、映画の話になっちゃったんですよ。それがこれでね、食事会で、当然お弁当だし終わるでしょ。
終わった瞬間ですよ。ほんでその時にね、僕ねラジオに出演、僕やってるね、うん、出演していただくということになってて、俺ね終わった瞬間じゃあっつって、後でまたっつって一旦席へ下がる。そしたらオーナーの白井さんが僕のとこに来て手握るんですよ。落合喋るでしょって言うんですよ。白井さんがすごい喜んでましたね。本当に鈴木さんありがとうっつって。俺知ってる人だったら喋るよ。それがねなんか印象的でしたね。それと僕もう一つはね、そのラジオのことになるでしょ。そしたら、まあ、はっきり言うと時間がないわけですよ。そうするともう質問は1個ぐらいしかできない。俺でもう僕しょうがなくてね、とんでもないこと聞いちゃうんですよね、落合さんに対して。でそれは何かというと、落合さん強いけれどね、いろんなメディアその他に評判悪いと、そのことについてどう思ってるんですかっつって、黙っちゃうんですよ。でね、ずっと長考。そしたらマネージャーの方がね、監督時間ですって。そしたら落合さんがね、あ、みんな先に行かせてって、あの中日球場の方へ、うん、で俺は後でタクシーで行くからって言って、でそこからまた長考なんですよ。あれは嬉しかったですね。あ、それ覚えてる。そうですか。あれ本当に嬉しかったですよ僕。それがきっかけでしたね。そこから約20年ですか。もう20年ですか、でなんで俺に熱風を嗅がせようと思ったの。いやだってその映画の話ですよ。あ、そう。映画をね、こんなに映画をね、単に楽しむだけじゃなくて分析的にご覧になってる、そんな人なかなかいないですよ。しかも本当に見てる。それが僕の中で印象に残ったんですよね。だから、まあ、ある時その映画の連載をしてもらおう。で落合さんのもう一つの顔、映画が好きだっていう、その面を出すっていうことは落合さんにとってもね、損じゃないだろうと勝手に考えさせていただいて、いろいろお世話になりました。いいえ。で実際評判良かったですよね。山田さんがよく読んでたんですよね。寅さんの山田洋次さんがすごく落合さんの連載を読んでてね、これで対談をしていただくということになるんですけれど、うん、というのは山田洋次さんがね、まあ、僕山田洋次さんってちょっと前から知り合いだったんですけれど、山田さんが着目したのはね、ねチャップリンって有名だけれど、ね、チャップリンについてきちんと語る人っていないんだよって、落合さんがそれを語ってるって言って、それで喋ることに対して話すことに対してすごく前向きになったんですよね、山田さんは。それも覚えてますね。でも映画10本選ぶのは大変でしたよ。いやでも面白かったです。本当に良かったですよ。ね、私は怪になりたいとかね、あれを何回もご覧になった話はやっぱりああいうのってのは忘れないですね。本当担当者も当時のいるんですけど、ここにいるんですけれど、あれはもうかね、面白かったよね。で熱風っていうね、雑誌がね、なんか市民権を売るのにね、本当落合さんに出ていただくことによって注目度が高くなったし、これいろんな方に言われたんですよね。落合さん映画好きなんですねって。あれ結構ね、いろんな人が読んでるんですよ。そんなことがありました。なんか徹子の部屋みたいになってきましたね。逆だなこれ。それで中日ドラゴンズの話をちょっとしなきゃいけないんですかね。そうですかね。当然中日ドラゴンズのファンでしょ、名古屋だから。やっぱり生まれた時にね、親父によく中日球場連れてかれたんですよね。それでファンになったきっかけっていうのはもしかしたらね、まあ、外野が多かったんですけれど、外野が木だったんですよね。そしたら中日が負けるとね、ジャイアンツにそれを剥がすんですよね。それ火つけんですよね。そうすると火の手が上がるんですよ。そうするとね、なんで火を、ね、なんていうのかな、ちゃんと意味があるんですよ。そうするとね、放棄試合になるんですよね、うん、それ狙いなんですよね、あれ。ああ。だからね、
まあそんなこともあってね、骨絡みにやっぱり中日がやっぱり好きでしたね。だからまあ落合さんのね、まあ、今日こうやって喋ってるからじゃないけれど、選手時代からあの打ち方がすごい好き で、そういうことで言うと落合さんが中日の監督になるっていう時は、ね、その前にまあ中日へいらっしゃったわけだけれど、あの監督になるっていう時は嬉しかったですよね。だから未だに記者会見その他頭へ一回見ただけで全部覚えてますよねどういう野球をやるかまで全部おっしゃったからだって優勝するとおっしゃったんですもんね。いや優勝する分にはそんなに難しいことではないんだろうとは思ってたすごいまあ練習の中身を変えれば体力もつくし技術力もアップするだろうし、でもこれは自分のところの考えだけであって、よそがどれだけ補強して強くなるかっていうのはまあ度外視してね、うん、でもトレードを一切しないとか、うん、現有勢力のね、あの底上げを 10% やるとか、ものすごく面白かったですね。ドキドキしたですよ、うん、それからいきなり紅白戦でしょ。あ、びっくりしたんですよねこれであの紅白戦なんか僕ね、なんとなく覚えてるんですけど、間違ってたらあれなんですけれど、選手もピッチャーもね、要するに指示を見るんですよね。ところが指示がないからみんな困ってましたね、うんうん、それが面白かった。だから本当にやるのかなっていうふうに考えてたみたいね。そうですよね、うん、いやあれは忘れないです。面白かった。中日のね、球団の方でね、まあ親しい方は近藤さんというのはいたんだけど、僕のところに来て鈴木さんって言うんですよ。キャンプの時、本当に優勝するかもしれないいや選手の雰囲気が変わった。あれはね、そう皆さんおっしゃってたんですね。前の年まで暗い練習してたけども、そうすよ、練習時間が長くなったんだけども、選手の表情が明るくなったって言われた。その近藤さんが言うにはね、みんな笑顔だって言ってました笑顔で野球やるなんてなかったことですよ、ついぞってでもそれをやってのけたの落合さんだよ。だから雰囲気本当に良かったですよね。監督変わる時っていう、選手も変わりやすい時なんですよ。そうなんですね。俺は嫌われて使ってもらえてないんじゃないのかなっていうふうにね、思う人がいる中で、ちゃんと公平な目で見てくれてるんだっていうものを意識づけさせれば、あとは自分らは何するかっていうものを考えるっていうのが選手なんでね。で俺もゲームに出れるチャンスがあるんじゃないかなっていうふうに思ってもらえれば、もう御の字ですよ。落合さん監督時代は僕はあの全試合ビデオに撮って全部毎晩見てたんでそれで楽しいんですよ、負けようが勝とうが。私一服のね、芝居見るみたいな感じで、負ける時にも負けるね意味があったし、あ、楽しかったですよね。僕はあの変な話、あの大野っていうピッチャーがデビューの時も、あれ確かドームですよね、東京ドーム、うん、ここで打たれまくった時にね、落合さんが出てきてマウンドでなんかニコニコ笑ってらっしゃって、何をあれ話されたんですか。いや、あの日はね、あのヤクルト戦が終わって、巨人戦なんですよ、東京ドームで、はいはい、でヤクルト戦終わって、ロッカーで森重とね、次のジャイアンツこれ3つ負けるなっていう話してたの。今の最初から戦力からいけば、うん、投げさすピッチャーもういなかった、はい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 、だってデビューですよ。でじゃあ誰にしようか、うん、最初久本にしようか、うん、まあどうせだったらプロ初先発の大野で行ってみようかまあ よければハマるだろうし、悪かったらボロボロになるんだろうから、それも経験のうちだろうなっていうことで、それで大野を先発させたの。それが伝わってくるんですよね。そしたらガッチガチだったんだ硬くて本当にそうでしたよね。 それをほぐすためにね、ニコニコ笑ってマウンドの方行って、でも大野さん全然ねダメなんですよね。そうもう真っ青になって、あ、でもあれ大事な試合ですよね、本来流れで言えば。だってあの後勝てなくなったんですよね。そう、あのジャイアンツで3つ負けた。そうですよね。で横浜行って、まあ、横浜で勝てばいいだろうっていうことで、ちょうど延長戦がない年でね、2011年っていうのは9回打ち切りで、その後に3試合くらい残ってたんだけども、ここで優勝決めなかったらあと苦しくなるなっていうようなことを話してた。
だから大野がいい結果出るか悪い結果出るかっていうのはおおよそねダメなんだろうなっていうことを見越しながら こちらもそう思ってましたよ、うん、見るファンの方もマウンド上げた瞬間真っ青だもんだって大事な試合でしょ。それは本人もご本人も意識しますよね。しかもデビューでしょ。そうでもむちゃくちゃな体験ですよね。だから後の大野っていう人がああなったのもあそこのマウンドがやっぱり決めたんだなっていう気がしてそう思いましたよね。どうせ投げさすんだったら一番重圧のかかるところで投げさせた方がいいだろうなっていうことでね。絶対そうですよね。もう怖いもんなくなるですよね。でおおよそ結果的には分かってた。いやだから笑いが出たんだろう。余裕がだからあそこで3つ負けてもいいなっていうのがあったの。まあ、そしたら外野から戻ってきた選手がねベンチに返して俺ら優勝するためにこんだけ頑張ってるのにファンからこんな言われ方する必要ないなっていう話をポツッと俺の前でした、はい、でその選手に俺がお客さんでもお前らのこの戦う姿見たら文句言いたくなるぞつってもう最初から勝つ意志のないような野球もう疲れ果てて、うん、疲れてるのは分かるつって、うん、でもそのゲームに最善を尽くさなきゃいけないっていうのがお前らの中から消えてるっていうようなことをね、うん、安易に言うために俺でもお前らに言うぞつって、うん、そしたら何も言わなかったけどね。なるほど、うん、いやいろいろね伺っていちいち面白いんですよねいやだって選手ってね、けなしても良くないけど褒めるのも良くないんだとかね、うん、あだからほとんど褒めたことなかったね。あもうそれでまたね硬くなっちゃうとかね意識しようとか、うん、で選手は認めてもらいたいと思って一生懸命やるっていうのはもう黙ってることが認めてるんだよっていうようなことを ね分かってもらうためにあえてものは喋らなかったし本当に面白かったんですよ。負けて面白いっていう試合はね落合さんから教えてもらったんですよね。まあトータルで考えて ね何個は負けられるっていう。だけどあの100試合過ぎてからの勝率はすごいですよね、うん、やっとあれはやっぱり体力勝負ですよ。やっとねスターティングメンバーが決まるってのは100ぐらいだけど見ててもねうわどうなるんだろうと思っちゃうんですよね。今年のチームはって毎年違うんですもんね。楽しかったですとにかく。もう一度見たいですね。今ね残念なんで。まあ今のドラゴンズに期待することは。いやーちょっと見なくなっちゃったんで分かんないんですよね。もう本当に熱心に見てきたんですけどねついに見なくなったですよね。だって見ると辛すぎますよね。いくらなんでもっていう試合が多すぎて。いや本当にね負けてもいいんですよ、ね、満足させられるね試合ってあるんですね。やっぱりねずっと見てきたからはい。いいことが起こるといいんですけどね。なかなか難しい、まあ、時が経てばいいことは起きるでしょう。そうですか。はい、わかりました。選手と監督どっちが面白かったですかっていう話を質問したことあるんですよ。そしたらまたね長考だったんですよ。あどっちかって言えば、まあ、選手は自分で結果出さなきゃいけないです、ね、で監督っていうのは受け身で選手がどうやってプレーしたものを勝ちに結びつけていかなきゃいけないっていうまるっきり、ま、真逆なものなんで、まあ、どっちが面白いって言えばやってる意味ではどっちも面白いんだろうなと思う。あ
甲乙つけがたし。前聞いた時と答えが違うんですよ。あ、違う。まあ以前聞いたね、その質問を投げかけた時はね、ずっと黙っててポツンと、もういいって言っておっしゃったんです。はい。まあもういいっていうのは、まあ次生まれてもやりたくないってことなんだろうなとは思う。あれでもね、ものすごい印象に残ってるんですよね。日本テレビの子会社かなって取締役社長から取締役議長になりましたよね。議長ってどういう仕事なんですか。いや何も変わんないような気がするんですけどね。あれはね、あのさっき宇治江さんっていう人の話をしたと思うんですけれど、宇治江さんがね最後議長なんですよ。あ、それの真似したんですよ。ただそれだけなんです。じゃあ社長は、社長は日本テレビから呼びました。でそれはジブリの方に入ってきたの。いや、その方もお忙しい方なんで、うん、そんなにはね活躍はねなかなか難しいんですけれど、でもあの大事なところで登場してもらおうかなって。あ、それだけです。仕事の分担はじゃあ今まで通り変わりません。ジブリは何も変わらない、うん、でその方が最終的に何か起きた時の責任者であるっていう、そういうふうにしました。でそれを引き受けてくれたん で信頼できそうな人だしね。まあ普通子会社って言えば、まあ、乗っ取られたような感じ、うん、いうふうに受け止められるけども、そうではないんだ。そうではないですね。だからまあ実を言うと渡辺恒夫さんという方が、うん、あのこの件に関してもね最終的にご自身であのご意見を言われて、でどうしてかって言ったらこうなったのも、ね、あのこんなことをおっしゃったみたいなんですよ。あの徳間と渡辺恒夫さんって仲良かったんですよね。その縁なんだと、うん、それをね役員会でお話しされたみたいです。あ、だからあの方97で全く丈夫なんですね。丈夫です。本当にそれ伺ってねへえと思ったんですけどね。だからつい先だってあの文藝春秋っていう月刊のね本があって、彼のインタビューっていうのを読んでたら、私ももう97なんで、これ以上やるとね老害だと、だからってその次にこう書いてあったんだ。100で辞めるって、100で辞めるって言ってましたよ、そこでは。あの方もねなかなかの人ですよ。まだ読売新聞に力持ってるんでしょ。そうです、いまだにね人事権持ってます。あの印象残ってるんですよ。宇治江さんのが亡くなって、その未亡人という方がいらっしゃって、はい、でその方とも渡辺さんはね若い頃からのお付き合いがある。で宇治江さん亡くなった後ね、うん、渡辺さんがね毎日午後3時奥さん未亡人に電話を入れてたらしいんですよ。へえ。で奥さんがこの人ね3時になると電話くれるなよって。でもこれはあの渡辺さんという人のあるね人間の一端を伝えるエピソードかなと思って、ちょっと今思い出したから話しちゃったんですけれど、はあ、まあお元気です。じゃあこれからのジブリは今まで通りってことですね。何も変わらないです、はい、熱風もよろしくお願いします。また映画を撮り続けるってことですね。いやそれもあるんですけれど、落合さんにはねぜひね、ね開口録を。まだ早い。まだ早い。いやそうですか。まだ早い。前よしっておっしゃったんですけどね。わかりました、はい。ありがとうございました。一番嬉しかったのはね、テレビより落合さんが元気だったこと、それが今日すごく嬉しいです。テレビより元気です。テレビだとなんか堅苦しいんだもん。有意義な時間を過ごさせていただきましてありがとうございました。
非常に昔話を聞けてよかったと思います。これからのジブリがどういうふうになるのかなっていうところがね一番気になったんで、まあ、これから永遠に続いていくっていうところが聞けたんで、よかったと思います。これからも末永くよろしくお願いいたします。ありがとうございました。